さて始まりました。声をね少し大きくしてほしいっていうねリクエストがあったんで、声をねちょっと大きめにしたいと思います。スピラスピナーで、ミニエル海洋発電所。さあでとりあえずね武器構成はあまり良くないんですね。スピルスピナーとあと、フィンセントとね96だったかな、ガロン系が2つだよね。あまりね強い武器構成とは言えません。しかしね伝説のアルバイターというね地位をもらってるのね、それに恥じないようにね頑張っていきたいと思います。さあいい感じでみんなと一緒に敵を倒せたので、あとは、まあ、ムニエールなんでね、引き潮は意外とやりやすい方です。ちゃんとね肩パッドさんは処理してあげましょう。処理してあげるっていうのが正しいよね。投げるときにね、ほんで青いところが濡れるんでね、こうやってね、青いところ塗ってあげてください。こうスピナー系はね、やっぱこう肩パッドに狙われるとちょっと弱いですね。こういう風にしてね、避けながらヘルのね、障害物をうまく使ってね倒しましょう。鉄板とかもね、味方と一緒にやればいいから、一人でやらないといけない。チーム戦だからね、チームと一緒にね。はい、一応ね、もう20クリアしたということなんで、あとは死にたくないので、タワーを誰かが倒してくれると思って肩パッドを粉砕しに行きましょう。しかしバレルスピナーというか、このスプラスピナーだけだったらきついね。しかもタワーは誰も倒してくれない。まあいいね、大事なのは死なないことなんでね。よいしょ、まあ弾も入ってるんで余裕です。全然これでいいですね。濡れるところも取りましょう。さあウェーブ2ね、ウェーブ2になると96があるんだね。いろいろなところをね塗っていくっていうのが大事ですよね。この時間にねサボらないでね、ここ頑張りましょう。96ガロンは結構攻撃力の強い武器なので、ああいう爆弾とかにね、すごいいいです。ちょっと近くでね、渡しましょう。噛んだっすね。ここですね。ここで2匹倒せましたね。倒せましゅ。日本語がね、乱れてるから。よいしょ。協力し合ってね。さあ、うざいやつがいるね。おっと。全部は倒せないよね。慌てない。2回に分けて倒しますよ。おい、タワー、いいね、いい判断だ。ジェットパックでね、倒しに行ってくれたんで、いい判断だと思います。仲間がうまいとね。お、上から投げてくれてるな。あ、ダメだ。よいしょって。さあ、まずいよ。さあ、まずいよ。さあ、雨降らしも来てるぞ。こいつさっき私が倒したところですじゃない。新しい悪魔だ。新しい悪魔、あいつの名前超知らないよ。あー、クソ、助けれなかった。さあ、やはりちょっとこれはやばい状況ですね。あそこに鉄球までいるな。とりあえず味方を近くから倒してくる。さあ、あと一人ですね。よいしょと、こうやってね、仲間を助けましょうって言っても終わるけどね。というわけで、やっぱりね、伝説のアルバイタークラスになってくると、敵もね、非常に強いです。星、リョン、社畜のカバマル、実況下手親子ってね、このメンバーでやったんだけど、結構服装的にも強いんだけど、負けてしまいました。というわけで、この待ち時間ね、あると思うんだけどね、部屋の掃除なんかをしてね、この待ち時間を過ごしましょう。そしたらすぐにね、始まるのでね、まずはね、目の前に落ちているねゴミとかね、おもちゃとかをねこうカゴに入れるっていうね、こんなんしてる間にね、すぐ始まるんですよ。こうやってなぜかハサミが落ちてますね。ハサミに名前が書いてますね。あいつのやつか、あいつのハサミだな。よし、さあ、ということで武器目おさらいしときましょう。おっと、バイトの時間です。
今日はね8月のね11土曜日金曜日だね、山の日です。ね、明日からね川に行ったり、ね、海に行ったりってね、最後のね夏を楽しもうと思ってるんでね、フェスができません。まあ、これ上げてるのはね多分ね8月の中旬、夏休みが終わるぐらいかなと思うんだけどね、フェスを期待してたね人たちは申し訳ない、フェスを上げれないんですが、さ あ, あまり近づかないで場所が仲間が住んでるんでね、一人で突っ込んでいったら倒されておしまいです。さあて、よいしょっと、まあ、フィンセントが言ってくれるのかな、誰が言ったらいいのか。これね、あのシャープマーカーとかプロモデラーとかがいたらね彼らに任しときゃいいんだけどね、ローラーなんかいたらそれこそローラーだよ、ローラーの仕事になる。よいしょっと、よいしょ、こいつらはね、これで倒せるから、よいしょ、さあ塗られて塗りながら、おーっと味方と一緒の動き、味方と一緒の動きで味方の背中を打ってました、あるあるです、これはこれで倒すな。さあ入れがかりね、もう一人でいいですね、二人行ってくれてもいい、ちゃんとね、この弾だけ、ね、拾っておきましょう、敵が来る前に拾いたかったね。さあこうなったら上に逃げます、よいしょ、よいしょ、で敵を倒しながら次の弾は拾いに行かなくていいので、敵を倒してね次のウェブに備えるっていうのが大事なんです。どういうことかっていうと、とりあえず敵を駆逐して、塗っておくってことだよね、塗っておくっていうことが大事ですね。はい、味方塗ってくれてますね、こういうことですか。ちょっと遠目からね塗っていきましょう。これがね、Web2 とかになってみたら効いてくるからね、どんだけ濡れてるかで、ね、ナイスナイス、褒めてね、みんなを鼓舞していきましょう。実は Web2 です。さっきね、1回目の放送ではね Web2 で負けちゃったんだよ、なので今回はね何が何でも勝ちたいと思います。さあ、どっから出てくる、一番遠いパターンかな、おーっと、突っ込みすぎた、危ねえ、危ない危ない危ない、ちょっと視界が悪かったね。さあみんなで相手を倒していこう。小ジャケにね倒されるやつは実は多いっていうね話をよく聞くんだけどね。さあ味方が倒されてるかな、よいしょ、あっこはあっちか。さあって、あの柱うざいね、あの柱を駆逐しましょう。こちらの駆逐をしようと思って上ばっか見てるとね、やられるから、安全を確保しながら、よいしょ、ボスコイを避けながらね、で味方の陣地を塗りながらね、で味方を復活させる、カメフラッシュをちょっとやられちゃった、カメライドですね。さあこっち届くね、はい、通した。さあ、で、あそこがヘビだったみたいな、こっちだね、はい、あれは味方が助かるね、13。さあ、あと時間がないね、ここら辺で倒しておきたいんだけど、敵もやっぱ必死だね、敵も必死ですわ。これ負けたかな、サメライドを使うこともなく負けたか、一応使っておこう、入れるものはない、さようなら、負けました、すいません。